神奈川県人権啓発センターです。今日はね、もうスペシャル啓発企画ということで、つい先日刑務所から出所した方に来ていただいてます、星野ロミさんです。よろしくお願いします。ちょっとだいぶ緊張されてるんですけども、大丈夫ですか？刑務所ではこうやってはっきり答えないとダメだったんで、よろしくお願いします。ここ刑務所じゃないんで、リラックスしていただいて構いませんので。本当ですか？はい、大丈夫です。ぜひ、もう楽にしていただいて結構ですので。そうっすか。一応ね、シャバのルールでは、こういうところに載せると、どうしても迷惑かかってしまうので、中間ぐらいでお願いしますね。はい。はい。そしてもう一人、今日のゲストが、遠藤有人さんです。遠藤です。よろしくお願いします。じゃあ、簡単に自己紹介をしていただこうか。というか、私から紹介するんですけども、星野ラミさん。ご存知の方多いかもしれないですけど、漫画村というサイトがね、5年ぐらい前に日本を騒がせたんですけども、その運営者の方です。悪の張本人ですので、ぜひ今回ね、お話をしていただこうかと思います。やっぱしね、刑務所出たばっかりの方を出すっていうことはどうなんだっていうふうにね、思われるかもしれないんですよね。俺もそう思います。でもね、このチャンネルは一応、法務省人権擁護局公認というか、法務省の方に大変に強く認識していただき、いただいてるチャンネルですよね。こういう公正ペンギンっていうキャラクターがあるんです。やっぱりね、人権啓発ということで、この公正を促すということで、そういう趣旨でこのチャンネルをね、今回の動画を企画したっていう次第です。だからこんなご確認不在が言われた。そうです。だから僕はちょっとね、いよいよ法務省の方には厳しいことも言ってるんだけども、少しはちょっとね、刑務所のね、人員を減らすために協力しようということで、今回の企画をやってるっていう次第です。ちなみにね、提供はハッカーミミです。今回ね、ちょっとインターネットの話が出るんで、ちょっとこれについてはまた後でお話しするんで、ちょっとここに置いておきますね。で、あともう一人。この方もね、かなりの極悪人ですね。星野さんから見て、遠藤さん、星野、どっちが悪いと思いますか？いや、それは破産者マップだと思います。そうです。破産者マップの、破産者マップって皆さんご存知ですか？ 2019 年でしたかね。2019年の3月頃に話題になったサイトですね。そうです。ツイッターなんかでもバズりまくってですね。もう、悪名高いサイトですね。そして、今回司会させていただくのは、住所で本を運営しております、鳥取ループこと宮部でございます。その漫画村というサイト、私自身はある程度知ってるんですけども、どういうサイトなのかっていうのを星野さん自身からちょっと説明していただけますか？サイズがものすごく大きかったんです。他のその漫画系の違法アップロードしてるであろうサイトの全部をこうやって合わせたとしても、漫画村一つには投稿を呼ばないぐらいの規模感でした。確か、なんかユーザー数8500万とか言ってませんでしたね。確か、ツイッターで。自分はその、民事があるんで、どれぐらいとはまだ詳しくは言えないんですけど。なるほど、そういうことですか。わかりました。勝手に思うのは自由なんで。わかりました。で、俺もちょっととにかくね、凄まじいアクセス数起こってたってことは間違いないとは思いますね。はい、で、次に、ね、破産者マップの遠藤さんにお話を伺おうかと思うんですけども、破産者マップ、私も大体知ってるんですけども、ちょっと遠藤さんからの破産者マップでどんなサイトだったのかっていうのを説明していただけますか？はい、破産者マップは、2019年、3月頃に話題となったサービスで、で、1時間におよそ200万人から300万人程度アクセスするサイトでした。何をしてるかというと、官報に広告された破産者の情報を、住所や名前ですね、それから破産した日を Google マップに、プロットをしてですね、破産した方がですね、どこに、いるかというのを分かりやすく視覚化した、サイトになります。ちなみになんかよくね、2チャンネルとかで書かれてるんですけど、遠藤さんむちゃくちゃ破産者を恨んでるんじゃないかみたいな。俺はそう思ってました。なんか恨みがあってやってるんですかね、あれは。いや、全く恨みがあるわけではなくて、はい、やっぱり官報というのは国民が知るべき情報だと考えてるんですね。はい、官報では単に公開されているだけではなく、はい、広告ですから公に告げられているわけですから、はい、国民のやっぱり権利義務にですね、大きく関わってくると。で、それを国民が知るということはとても大事であると考えてますので、それをする、はい、お手伝いをしていると、国のお手伝いをしているという考え方をしています。でも理論的には間違っていると思うんですよ。
人として思いついたらどう思いますか？お前が言うなって感じはこうしてるけど、ちょっと知りたいです、個人的に。ああ、本当ですか。そうですね。結構倫理的に、問題があるとして、結構破産者の人ですね、知られて困る、困ったとかですね、または、困っているという人から、もしくは、弁護士さんとかですね、いう方からですね、結構いろんな内容証明とかですね、そういったことは非常に、多くもらいます。ただ、私の観点としては、破産、法に基づいて公告されている情報ですから、もし問題があるのであれば、それを公開している内閣府であるだとか、もしくはその国立印刷局の方に情報をね、公開しないように、言うべきであって、それを何て言えばいいですかね、ちょっと難しいんですけれども、そもそもの出所っていうのは官報であって、はいはい、別に破産者マップが出所ではないっていうところなんですかね。そうですね。それと一番その どちらの方に、視点を置くかによってだいぶその、結果が違っていると思ってて、知られては困る側なのか、それとも知らないと困る側なのかと。はい、つまり債権者なのか債務者の側、どっちにその視点を置くかによって、その捉え方が大きく異なるように思うんですね。はい、で、そもそもその官報なんて普通の人見ないじゃないですか。それは要はオンラインを使って時代に合うように見やすくしたって感じですよね。そうですね。よく弁護士さんなんかも、破産された方はバレませんと、周りに知られませんと、はい、なぜなら他の人は官報を読んでいないから、はい、というふうに言われるわけですね。うん、でもそうなると、国民に伝わってないっていうことになるわけですね。はい、それじゃ本来の意味ないですもんね。そうですね。はい、そうすると官報の本来の役割である、国民の権利義務に関わる情報が、広く知られていない。知らないために権利を行使できない人っていうのが出てくるわけで、はい、そういった人方がいるということについて、問題点を感じていて、はい、やっぱりそういう、いわゆる情報格差ですかね。それを、解消するという役割が、破産者マップ。それから、破産者、今、現状を運営しているんですけども、破産者情報提供サービスに、あるんじゃないかと思ってます。なるほど。ありがとうございます。あれですね、確信犯っていう言葉ってね、よく誤用されるんですよ。本当に二人ともまさに本当の意味でのというか、なかなかね、この本当の意味で確信犯という言葉が使われるのは難しいんです。ただ、あれですね、遠藤さんに関しては今のところ捕まってはないんですよね。いや、これからかもしれないですよ。ある日突然、早朝ピンポンが来るかもしれないという。タスクフォースが立ち上がってくるかもしれないですよ。やはり、なんていうんですか、そうですね。今の、破産者情報提供、はい、サービスなんかですと、はい、個人情報保護委員会から、はい、いわゆる命令を受けている状況なんですね。はい、で、命令を受けて、サイトをですね、停止しなさいと言われていて、はい、それに背くと、いわゆる罰金であるだとかですね、はい、または告発を受けるということで、はい、その後、刑事事件になる可能性はありますけれども、今、命令に従って、はい、で、かつ、その法的にはですね、その命令の取り消しを求めて、はい、東京地裁で今、裁判を行っているというところです。あくまで、刑事ではなくて、民事や、行政訴訟という形で、今、争っているという状態、そうですね。まだそれは確定してないという状態です。そうですね。わかりました。ありがとうございます。星野さん、漫画村については、多分ね、多くの方は、漫画を違法アップロードして公開していた、もう極悪サイトだと、星野ロミはもう犯罪上等でやってたんだろうというふうに思ってる方、多分多いんじゃないと思うんですけども、ただね、ちょっと先ほど星野さん聞いてみたところではね、どうもそうではないと、漫画村は合法じゃないのかみたいなことがね、最近例のいろいろと物議を醸して、ひろゆきさんなんかも言ってるので、ちょっとそのあたりがどういうことなのか、あくまでこれは法律論ということで、メディアとかだったら、星野さんが持論を語ってたみたいな風に言われるようなカテゴリーの話なんですけども、ちょっとそのあたりをお伺いしたいんですけども、漫画村は実際合法だという風に思われてたんですか？はい、思ってました。なんでそうかというと、ある法律を俺は読んで、それをプログラムに当て込んで、合法なようなシステムを作ったんですよ。プログラマーなんですね、星野さん。プログラマーといえばプログラマーですけど。そうね、ちょうど奇遇ですね、私もプログラマーなんです。はい。ぜひ、ちょっと実質的な話についてはね、私もちょっと、わからない方も多いと思うんで、なるべくかいつまんで説明するようになりますので、で、その、漫画村が合法っていうことについて、私、星野さんのツイッター読んでたんですね。そしたら、リバースプロキシを使ってるから合法みたいなようなことがね、書かれてたんですよね。いや、そもそもリバースプロキシっていうのはどういうものなんでしょうか？まず、
そのリバースプロキシというのは、通信を仲介するためのサーバーのことを言います。漫画村ではこのシステムを使って、合法的な漫画表示サイトを作ろうと思ったんです。どういうものを使って合法的にしようかと思ったかっていうと、まず、違法サイトが、漫画村とは別の違法サイトがあります。はい、もちろんここでは誰かしらが違法アップロードしてるんです。自分の漫画村っていうサーバーがあって、もしユーザーが漫画村にアクセスしたときに、漫画村のサーバーを介して、この違法アップロードに保存された画像を表示したんです。それがリバースプロキシの仕組みで。なぜその仕組みをその、実装したかっていうと、これは著作権の法律と関係があるんですよ。だから自分のサーバーに保存してしまうと、違法になってしまうと、その漫画を。はい。その著作権には、まあ、複数の要因があるんですけど、一番重要なところとして、データをサーバーなどに保管して、そのデータを誰でもアクセスできる状態にすると、違法って書かれてるんです。なので、その別に表示されるようになってるものを拡散するのは違法じゃないんですよ。ということは、漫画村のデータって、星野さん自身が集めたんじゃないんですか？基本的に違います。ああ、じゃあ、ね、当時のことをね、知らない人多いかもしれないけど、結構、なんか中国だとか、韓国だとか、外国にいっぱいなんか日本の漫画上がってましたよね。はい。じゃあ、あそこのサーバーからデータを取ってくるような仕組みにしてたっていうことですかね。はい、そうです。星野さんがやってたのは、そういう違法アップロードサイトを探すっていうことですか？そうです。探してそれを見つけたら、リバースプロキシーで、そこからデータを引っ張って中継して届けるっていうような仕組みにしてたと。はい。なので、自分はその、漫画村は合法だって叫んでました、常に。でもそれを誤解されて、あいつは気違いだ。漫画村が違法じゃないなんてありえないっていうふうに言われてたんです。でもそのこういうふうな、ちゃんと法律を調べて、やってたんです。ああ、なるほど。これね、聞いてもね、わかんない人が多いと思うんで、まぁ、ちょっと下で図で説明しといてもいいんですけども、ただ、わかったのは、漫画村の漫画のデータ自体を、星野さんが集めてどっかにアップロードしてたってわけじゃないんですね。はい。違います。そうなんですよ。僕はすっかりP2P とかで集めてたのかなというふうに思ったんですけども。うん、で、それで無罪を主張されたって言ったんですね。はい、そうです。ただ、まあ結果的には有罪だった、ということになるわけですね。はい。新しい観点で、あともう一つ、主体が誰かっていう問題があったと思うんですけど、閲覧者がその、まあ権利侵害の主体なのかどうか。まあ法律上で言えば、まああれは、便利なリーチサイトっていうことになるんかな、とても便利なリーチサイトっていう一律性になるんじゃないかなっていう、はい。まあ、俺もそう思って作りました。で、まあ、リバースプロキシっていうのはね、ネットワークを中継するものなんで、だから理屈からすると、リバースプロキシでデータを中継するのは違法だっていうんなら、じゃあ、NTT とかソフトバンクとかドコモとかの通信事業者がやってることも違法なのかっていうことになるわけなんですよね。まあそこの線引きがどうするかっていうことがまあ一つの問題だったわけです。漫画村のね、ブロッキング騒動について、いや、ちょっとね、ツイッターを IT したんだけども、実はなんかすでにブロッキングっぽいものをされてたっていうふうに書かれてましたよね。僕、それは多分ね、今まで出てない話だと思うんですよ。うんうん、で、一応、表向きは漫画村って結局はブロッキングはされなかったんですよね、最終的には。一応、表向きは。はい、表向きはされなかったです。ただ、実際はやっぱされてたんですか？はい、そのソフトバンクが漫画村に対してその画像だけを表示できないように部分的にブロッキングをしてました。そのあたりちょっと詳しくお話を聞きたいですけど、多分ソフトバンクはその漫画村なんて許せない、見せなくしてやるっていうよりは、その漫画村で使われている通信料を節約して、なんか漫画村で使われている通信料を節約してソフトバンクがかかるコストを減らしたかったのかなって思ってます、ソフトバンク自体は。ああ、じゃあ結構利己的な理由なんですよね。一方、その NTT は、その国がブロッキングしろって言って、その、はい、なんていうの、未練悪してやるっていう悪意を完全に持ってやってきてると思うんですよ。はい。NTT の方はでもやらなかったんでしたっけ？結局、その直前に漫画村が潰れちゃったんですよ。はい。ブロッキングが発表されたからっていうわけじゃなくて、ちょっと、別の理由で潰れちゃったって感じです。ああ、そうですか。じゃあ、ブロッキングを事実上やってたのはソフトバンクだけですか？そうです。ああ、それ以外はないんですね。ただ、NTT はブロッキングは、その漫画村が復活したらまたやるって言ってるんですよ。またやるというか。またやるというか。やると、実行すると。むしろこれ犯罪予告みたいなもんですよ。
まあ一応電気通信事業法違反ということになってしまうんですかね、今全員職業を消すやつら。そのあたりの法律上の解釈はどんなふうに考えてますか。要は、その政府が、あの漫画村というサイトを、もうインターネットから消してやろうと。でもそんな消すのって、そのできないんですよ、実際。海外にサーバーがあったりとかして。はい、もう政府の力を持ったとしても、漫画村を強制的にダウンさせることはできないんですよ。だから考えついたのが、政府が考えついたのが、ブロッキングという、その、手法なんです。ブロッキングということについて、星野さんはどう思われます？ああいうことはやっぱり反対という立場なんでしょうか？そもそも、ブロッキングとは、通信の秘密に、その、を侵害する違法行為なんです。で、その通信の秘密っていうのはどういうことかっていうと、例えば俺が手紙を書くじゃないですか。それを遠藤さんに発送しますよね。はい、遠藤さんはそれを読むことができます。でも政府はそれを勝手に覗き見たりするのはできないっていう書かれた法律なんです。あ、はい。政府がブロッキングを実行するときに、どういうふうに実装しなきゃいけなかったかっていうと、スマートフォンで例えば漫画村を見るじゃないですか、みんな。はい。はい、誰かが漫画村を見ようとしたときに、その URL、どのサイトを見てるかっていうのを政府が把握して、その漫画村だった場合は、もう遮断しちゃうっていう作戦なんで、はい。それがそのブロッキングの手法です。もうもちろんその違法行為なんで、はい。安倍首相がそれを菅官房長官に言って、菅官房長官が NTT とかのインターネットのその業者に、あの、依頼して、漫画村を潰せと。もう周りのやつに迷惑かけてもいいから潰せって言ったんですよ。もうもちろんそのどう思ったかって言われると、はい、こいつ大丈夫か。一国の首相が、はい、違法行為これからするぞと。うん、任せろ。あいつをどんなことしても一時的な措置だけど違法行為しますと。そんなの法治国家じゃないじゃないですか。ロシアとか中国みたいに、はい、うん、裁判もなしに特定の気に入らないサイトを潰してやると。だから、その、大騒動になったんですよ。それがその漫画村としてはそのまあ元々有名なサイトだったんですけど、はい、そういうふうな違法行為を安倍首相が宣言したことによってダブルで有名になったんです。あの、星野さんはでもそれ応じなかったというか、それでもやめなかったわけですね。いや、あの、結局その、はい、実行される直前に潰れたんですよ。ただそのそれが原因で潰れたわけじゃないですよ。はい、で、そのブロッキングされるっていうことで漫画村の方にはどういう影響があると考えられたんですか？まあ、もちろん漫画村は見れなくなってしまうんで、はい、そのユーザーがアクセスできなくなると、その広告収益も得られないし、そもそもまあ、ユーザーが見れないから、もうサイトが存在する意味が、自体がなくなってしまうんですよ。ただそれだけじゃなくて、まあ、先ほども言ったんですけど、こういうふうにスマートフォンで、ユーザーがスマートフォンを使ってアクセスするんですよ、はい、で、その通信を政府が傍受して漫画村の時だけはブロッキング、要は見れなくすると、はい、でも漫画村を見てるかどうかって要は全ての回、どのサイト見てるかを把握しないとできないんですよ。だから例えばもし遠藤さんがあのエロサイト見てたとしてもそれは政府が知ってるし、例えば遠藤さんが政府のなんか、うん、悪い情報を発信しようとしてたら、それももしかしたら、ブロッキングされちゃうかもしれないんですよ、知らずのうちに。だからこそ、仮にどんな違法サイトだったとしても、なんだろう、ブロッキングをするのは許されないと、俺は思ってます。そもそも犯罪じゃないですか、通信の秘密の侵害。はい、だから、とんでもない話だと思いますよ、俺は。ただね、僕、ブロッキングについて、僕、当時の議論見てたんだけども、結局、内容を傍受するっていうのは、これは無理だっていう話になって、IP アドレスでブロックするの無理だっていう話になって、DNS だけ遮断しようっていう話になってたっていうふうに。そこまで詳しくないです。僕はそう記憶してます。内容を傍受するのは、もうまさに Google が SSL 進めようっていう状況になってたから、うん、内容を傍受するの無理だし、IP アドレスで遮断しても無理だからっていうことで、僕は聞いてたのは、DNS でブロックしようと。それでまあ SNS とか2チャンネルとか言われてたのね。じゃあだったらローカルの DNS が控えたらいいじゃないかみたいな感じでね。うん、まあでも素人には十分だろうみたいなね。で一番のやっぱり問題というのは政府がそれをトライアルしようとしてる、つまり調整しようとしてるところが問題で。法律を破って、うん、
もう中国とかロシアとかの一歩手前まで来てたっていうのが問題なんですよ。いやまあ僕はそういうのももう平気でやられてるとか、遠藤さんの方もやられてるから。だから一国のね、要するに政府機関が。首相がそれを今から違法行為やるぜって言ってるのが問題なわけですよ。一番の。要するに一番その大事な民主主義だとか、情報のね、あの自由、あの取得する知る権利も含めて、うん、そういった権利が非常に軽んじられてるっていうところが問題で。軽んじられてるというか、明らかに違法行為っていうのが問題だと俺は思います。それをね、リスクしないわけです。星野さんってね、やっぱり漫画村やったのはそういう考え方もあるんですか、背景として。ああ、全然ないです。そういうのは、ね、単なる金儲けですか。ああ、金儲けでもないです。それは。でもない。うん。だからちょっとここでは多分そこは触れない方がいい。ああ、金儲けでもないです。じゃあ、最後、じゃあお金の話しましょうか。星野さん、ちなみに今もう一文無しなんですか相当稼いだと思うんですけども。いや、実はちょっとあります。ちょっとあるんですね。思ったほどじゃないけど、あります。だけど、罰金、課せられてますよね。いくらでした、ちなみに罰金。うん、罰金は1000万で、プラスで追徴金で6300万があって、合計で7300万円課せられました。それ払ったんですか。まず罰金を払わないと、払わない分を刑務所で多く言わなきゃいけないんですよ、はい、そんなの絶対嫌なんで、はい、1000万現金でキャッシュでこれぐらい、うん、ドンって払いました。どう、あ、ほんとに札束で？もう札束で、これぐらいありますね、それは。あ、そうなんですよ。で、それプラス、はい、あの、日本の口座にあった1500万が、あの、ちょっと持ってかれちゃって、合計2500万払ってます。じゃあ一応もう、罰金、追徴金クリアになってはいるんですか？いや、追徴金として、まだ4000万ぐらい残ってます。そう、そうですよね、まだあるんですよね。ちなみに追徴金っていうのはどうなんですか。あれは払わないといけないものですよね。いや、義務はないです。あ、義務はない。まあもちろん差し押さえられるリスクありますけど、はい、払わないからといって罰則はないです。あ、必ず払わないといけないなら罰金ですね。まあ罰金払わないと刑務所に多くいなかったりとか、はい、さらに不都合があります。まあ多分ね、民事も絶対もう無傷じゃないと思いますよ。多分相当な賠償金を請求されると思うんだけども。それは、あの、払える見込みあるんですかね。どうなりますか、この先。その時は、遠藤さん、破産者マップに載せてください。お願いします。しかしながら、あの、民事の賠償金は破産ができないことになってまして。あ、そうなんですか。破産者マップには、当分乗らないんではないかなと思います。大丈夫です。これ税金の滞納もあるんで、よろしくお願いします。いやー、税金の滞納破産ができないから。いや、全然ですね、なんか。せっかくで星野さんのね、あの、住所も全部わかると思ったのにね、残念ですね。残念だな。ということなんで、本当に、あの、やっぱりね、国には勝てないですね。うん、勝てないです。うん、やっぱ国はもう強いですね。はい。あれもなんかクラウドフレアみたいに接待が来たりするんですか？あ、めちゃくちゃ来ます。下水の行っちゃっていいですか？はい。例えば、なんか、超可愛い女の子を何人も用意して、はい、もうそこの真ん中に座らされて、はい、お酒をめちゃくちゃ飲ませて、なんか、やってくださいよ、みたいな。